なりたいチャンネルです。新しく様々な自然音も始めました。そちらもよろしくお願いします。クモですか？何か前哨戦、洗濯の時に、洗濯の時さん、朗読を始めます。クモですか？何か洗濯の時に、引き続きソフィア支店、神々の戦いに祈りでもって介入せよ。告げられたのはそのたった一言のみ。待てど暮らせど続く言葉はなかった。どういうことかしら？あ、疑問を口にした瞬間、京也くんが何かに気づいたかのように声を上げる。何？近畿のメニューに新しい項目が追加されてる。京也くんに言われて慌てて近畿のメニューを意識する。気分が悪くなるから意識的に目をそらしていたんだけど、そこには確かにさっきまでなかったと思う項目が追加されていた。近畿メニュー、システム概要、システム各項目詳細説明、アップデート履歴、ポイント一覧、転生履歴、特殊項目 N%I=W、ワールドクエスト、最後の欄にあるワールドクエストの文字。これはさっきまでなかったような気がするし、元からあったのだとしても今回の件に無関係とは思えない。そのワールドクエストの項目に意識を向けてみる。ふーん、なるほど。これは、なんというか、してやられたというか、なんというか。ああ、こう来るか。アリエルさんも頭を抱えている。ワールドクエストの項目に意識を向けてみれば、自然とこのワールドクエストのルールが頭の中に流れ込んできた。それを一言で言うならば、つまりこれ、私たちみたいな一部の人たちだけじゃなくて、この世界の全人類をこの戦いに巻き込んだわけね。というわけだ。どういうことかといえば、先の文言通り、祈ることによってご主人様とグリエと呼ばれる神との戦いに介入できるというものだった。まさかこう来るとは、私らはシロちゃんが勝つと信じてたわけだけど、こうなってくるとわからなくなってきた。神への祈りとは、それすなわち信仰。そして、物語でもよくあるように、信仰の強さがそのまま神としての力の大きさとなる。つまり、祈ればその分、祈りを捧げた方の神が強化されるということだった。今回のそれはそこまで大幅な強化ということではない。むしろ、一人の祈りでの強化なんて微々たるもの。ただし、それは一人だけならばの話。この世界に生きるすべての人類が祈りを捧げたならば、一人一人の祈りの強化は微々たるものでも、それが積み重なれば、大きな力となる。この世界の人口がどんなものなのか、それは知らないけれど、地球だと億単位の人間がいたんだもの。さすがにそれよりは少ないのだろうけど、それでも一つの世界の総人口の力がまとまれば、それは計り知れない。他人事じゃなくて、当事者としてこの世界の人たちにどっちを選ぶのか決めさせようってわけね。味な真似をしてくれるじゃない。毒好き半分、関心半分で言い捨てる。これは確かにアリエルさんの言う通り、どちらかに肩入れしたものじゃなく、とんでもなく公平なルールだわ。このルールができる前は、力を失う前のアリエルさんや私や京也くん、そういった力のある人間だけが選択権を持っていた。なんせ、戦えない人が私たちの前に出てこようと、簡単に踏みつぶして終わりだったのだから。でも、このルールならば、戦う力のない人でも自分の選択を選ぶことができる。弱くても、その力が選んだ方に加算される。そして、選ばないという選択肢は、ほぼない。なぜならば、祈ることが禁忌を消す手段だからだ。祈りを捧げると、内部で禁忌のスキル経験値が消費されるらしい。そして、それがゼロになれば、晴れて禁忌のスキルは消え去る。下道無効を持つ私でさえ鬱陶しいと思うこの禁忌。普通の人だったら耐え難いでしょうし、消したいと願うはず。その方法がどちらの神を支持するか、明確にするというもの。そんなの、どっちか選ぶに決まってるじゃない。選ばないということは、今後も禁忌とずっと付き合っていくと覚悟を決めるってこと。そこまでの覚悟で中立を貫くっていうのは、なかなかできることじゃないわよね。その覚悟があるのなら、
それも立派な選択ってことになるわ。よくできてるわ。感心してる場合じゃないでしょ。何か対策を練らないと。呆れたように京也くんが言ってくるけど、これすでに私たちができることなくない？対策ねえ、有権者を根こそぎ始末でもする。口にしてみればぎょっとしたようにこちらを見てくる転生者たち。どうしてそうすぐに物騒な結論になるんだ。冗談よ冗談。そう言ったのに京也くんは疑いのこもった視線を向けてくる。私だってそこまで非常識なことしないわよ。失礼しちゃうわ。でもそのくらい大きな動きでもしなければ対策も何もあったものじゃないと思うわよ。そうこうなってしまっては私たちにできることは少ない。何せ相手となるのは文字通りの全人類なのだから。あまりにも相手が大きすぎる。いえ、この場合は多すぎると表現するのが正解かしら。多数の前に少数である私たちができることはあまりにも少ない。こうなる前は私たちの力があれば力ずくでどうとでもなるとそう思っていたのにね。完全に立場が逆転してしまったわ。神様の公平性の前にね。それが分かっているのか京也くんも苦々しい表情をしている。アリエールさんは静かに目を閉じて何事かを考え込んでいる。とはいえ神様は公平だわ。ちゃんと私たちの出番も用意してくれてるんだから。つまり私たちのやることに変わりはない。近畿に追加されたワールドクエストの項目には大雑把なルール、各陣営の目指す勝利によるメリットデメリット、そして各陣営の勝利条件が記されていた。エルロー大迷宮最下層採用、そこをシステム崩壊まで守る。私たちのやることはそれよ。今さらセロンを操作することなんてできない。前世と違ってテレビもネットも普及してないんだもの。もうどちらを選ぶのか、それは各人に任せるしかない。ならば私たちは私たちにできることをするだけよ。それに何があろうとご主人様が勝つ、それを信じましょう。祈りによって力が足されるとはいえ、実際に戦っているのはご主人様。祈りの力で敵が強化されようが何だろうが、ご主人様は勝つ。そう信じて行動するのみ。そうだね、その通りだ。アリエールさんが目を開ける。その瞳に決意をにじませて。私たちのやることは変わらない。シロちゃんが勝つって信じて最後の砦を守りきる。アリエールさんの言葉に京也くんと一緒にうなずく。残念ながらセロンとかそういうのの操作は向こうに部があるが、ちょっとくらいの嫌がらせはしておこうか。そう言ってアリエールさんはいたずらっ子のように微笑んだ。選択の時3、ダスティン、真言教教皇、視点。真言教の総本山であるこのアレイウス教国、その行政府は常にない慌ただしさに包まれていた。念話の上位スキルである縁話のスキル持ちを総動員し、各地に派遣されている縁話持ちに連絡を入れている。真言教はこうして世界中に情報網を広げ、逐次何かあれば私の耳に入るようにしていたのだが、今回はその逆。こちらから情報を拡散するのが目的だ。どのような奇弁を弄しても構わん、なりふり構うな。何としてでも黒龍様に祈りを捧げるよう民衆を説得するのだ。この賽銭堂でも何でもやるのだ。縁話持ちが唾を飛ばしながら叫ぶ。こうなったのも全てワールドクエストとやらのせいだった。おかげと言うべきかもしれぬ。シークエンス1にて全人類に禁忌が配られた際は頭を抱えた。禁忌を見れば真言教のしていること、その意味が理解できてしまう。それが分かれば人心は真言教から離れてしまう。もとより真言教の権威失墜は織り込み済みであった。どのような結末になろうとも真言教の発足理由とこれまでしてきたことを考えれば、いつかは消え去る宗教だ。しかしそれは今では早すぎた。まだ真言教という私にとっての手足を失うには早すぎる。黒龍様たちの戦いの結末を見届けるまでくらいは真言教は存続していなければならなかった。その予定をあっけなく打ち崩してしまったワールドクエストシークエンス1だが、続くワールドクエストシークエンス2にて
光明が見えた。真言教の失墜はもはや止めることはできない。しかし、まだ民衆は混乱している。真言教には今まで信者が心の拠り所としてきた実績がある。時が経てば人心も離れようが、今ならまだ聞く耳も持たれる。時間との勝負だ。人心が離れる前に、少しでも多くの人々に黒龍様に祈りを捧げてもらう。時が経ち、混乱が収まり、人々が冷静になった時、僧と誘導した真言教はそしりを受けようが、元より滅びることを前提としていたのだ。少しばかり予定が早まったという、ただそれだけのこと。真言教という大きな手札を手放さねばならぬタイミングとしてはベストとは言い難い。しかし、少なくともベターにせねばならない。教皇様。険しい顔で円話で会話をしていた一人が駆け寄ってくる。表情を見ればそれが吉報ではないことがわかる。何か問題が。はい、教会が何者かに破壊されたということです。すでにそのような行動をとる地域も出てきたか。予想はしていたことだ。人は信頼していたものに裏切られた時、激しい憎悪を持つ。信頼の強さがそのまま反転し、憎悪となるのだ。であれば、心の拠り所としていた宗教に裏切られていたと知れば、どうなるか。簡単に予想がつく。いえ、それが、どうやら民衆が暴徒と化したなどではないようです。何？予想と反する答え。では、一体何が？空を飛ぶ巨大な円盤が通り過ぎ、その際に教会が破壊されたということです。やられたか。空を飛ぶ円盤。そんなものを所有しているのはただ一人。いや、所有していた、だな。ポティマス、ハーイフェナス。あの男が作った兵器か何かだろう。そして、あの男が死んだ今、その兵器を接収できた人物は、ポティマスを倒したアリエル様しかいない。となれば、教会を破壊したのもアリエル様だと考えるのが自然だ。教皇様、別の円話の使い手が声を上げる。そちらも空飛ぶ円盤に教会を破壊されたという報告か？はい。場所は？そして教会の破壊された町の場所を確認し、地図で位置を照らし合わせる。そうしている間にも同様の報告が多数上がってくる。移動速度が速い。さすがポティマスの作ったものだけある。ゴーハラだが、あの男の優秀さは認めねばならない。まっすぐエルロー大迷宮に向かっているか。割り出された空飛ぶ円盤の進路は、まっすぐエルロー大迷宮に向かっていた。その途上にある町の教会をついでに破壊しているようだ。こちらの方が地理的に近いと油断していた。これではアリエル様方の方が早くエルロー大迷宮に到着する。天位を自在に操る白様を黒龍様が抑えてくれているからと、悠長にしていたのは失敗だったか。ポティマスが撃たれるのを確認する前に立つべきだった。いや、その時はまだアリエル様方の目論みは分かっていなかったのだ。予想はできていたとはいえ、ポティマスを共に撃つという共同体制をとっていたあの時に、裏切るような真似はできなかった。悔やんでも仕方がない。アリエル様方の方が先にエルロー大迷宮に到着し、そこに陣取り守りに入ることはもう確定してしまった。それよりも、今はこちらの対処をしなければ。教会が破壊された町の様子は？やはり神罰なのではないかという不安の声が囁かれているようです。やはり、そうなるか。この時期に教会が人知を超えた空飛ぶ円盤などというものに破壊されたとあれば、そのように捉えられても仕方がない。真言教への不信を加速させる、アリエル様の嫌がらせだ。どうしますか？このままでは。現地の神官に、白様を信奉している旨の発言をさせろ。は？あっけに取られる縁は使いたち。だが、方法はこれしかない。悪辣だと罵られようと、手段を選んでいられる段階はとうに過ぎた。真言教の人心離れが加速した地で、神官が白様を信奉する発言をすればどうなるか？反発から黒龍様への祈りを捧げる者も出よう。なるべく民衆を煽るような演説をするのだ。その上で白様の名を出せ。そのような演説をした神官の行く末がどうなるか。だが、やらねばならない。
私の決意を感じ取ったのか、縁話使いたちが縁話を始める。すまぬ。すべての責めは私にある。だからこそ、私には責務を全うする義務があるのだ。アリエル様がエルロー大迷宮に先に到着するのであれば、それもよし。先回りができないのであれば、少しでも多くの祈りを黒竜様に捧げさせるべく、行動する。何、これでも大昔は大統領選を制して大統領になった男だ。票の集め方は、熟知している。次回は、雲ですか、何か、選択の時4、選択の時5、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。